パニック発作に薬は必要か。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日はイスラエルのガリラヤ湖からお伝えしています。質問が来ています。マーさん女性、適応障害と診断されました。数日でパニック症状はなくなりましたが、軽い安定剤の内服治療心理療法を勧められました。内服はしたくないのですが必要でしょうか。診断名としては適応障害ということですけど、症状としてはまあパニック発作というのをたびたび呈するということのようです。パニック発作というのは息が苦しくなったり、心臓がドキドキしたりですね、汗が流れたりですね、ひどくなるとこのまま死んでしまうのではないかという、そういう死に対する恐怖感が湧き上がってくる。よくあるパターンとしては電車の中に乗っている時とかですね、あるいは狭いところとか閉所恐怖症的な感じでエレベーターに乗っている時とか、そういう時にパニック症状というのが訪れることがありますね。パニック症状を出す方の場合、まあ、薬物療法、薬を飲んだ方がいいかどうかということですけど、まあ、結論から言いますと、私がもし患者さんだったら飲みます。まず 100%。 薬というのは長期間に飲むのは良くない。でも短期間に飲んで早く治す、で早く治した後飲まなくてもいい、そういう飲み方をするのであれば、私は精神科の薬というのは上手に使うべきだと思うんですね。パニック発作の患者さんでですね、数年間毎週パニック発作が起きてるっていう人はまず私は見たことがありません。数年とも言わずに、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいで治る人が多いんですね。パニック発作の場合はだいたい精神安定剤と言われるもので、例えばデパスとかですね、ソラナックスとかワイパックスとか、不安を抑える作用の強い安定剤が処方されることが多いと思うんですが、それを飲むことによってパニック発作が起きる確率をかなり減らすことができるんですね。だから飲んでる限り早々滅多に起きないということと、あと普段飲まなくてもですね、発作が起こった時だけ飲むっていう飲み方もありまして、その場合は発作が起きてからすぐ薬を飲むとですね、やはり非常に早く収まりやすいということがあります。ということで、パニック発作に対してですね、不安を抑える精神安定剤というのは非常によく薬として知られていますので、上手に使って早く治した方がいいかなということがあると思います。もちろんですね、なんでそういうパニック発作が起きるようになったのかっていう原因、まあ、おそらくはストレスとか最近忙しいとかいろんな要素が関わると思うんですけど、そういったものを調整して治していくってことはね、これ当然必須のことになりますけど、その間の時間稼ぎとしてお薬を使っていく、治ったらやめることができますので、期間限定でですね、早く飲んで早く治して薬を飲まないで元気になるということが重要かなと思いますので、私はパニック症状に対しては薬物療法っていうのはおすすめの治療法だと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。